いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、視聴者の質問にお答えしたいと思います。質問はですね、公式 LINE やコメント欄でいつも募集していますのでよろしくお願いしますで。動画を聞いていいと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では内容に入っていきたいと思います。質問はですね、何個もらったけれども、1日2回と言われたが、いつ塗ればいいですかという質問です。 意外と困ったたりり考えたりするる人もいいのでではないでしょうかこう薬をですねもらって1日2回って書いてあるんですけど朝と夜でいいのかなとかですね朝と夕方がいいのかなとかですねこう細かいところが気になる方多いんじゃないかなと思いますで意外とですね薬局とか、まあ、皮膚科とか皮膚科以外でもらった時とか問わず ざっくりした説明で渡されることって多くないですかね。そういった時に、いざ家に帰って、いつ塗ればいいのかなってな、なる方が自然じゃないかなと思います。で、その辺のですね、疑問をお答えしたいと思います。 回数によるイメージですねあくまでも指示がざっくりな時のイメージですで細かい指示がですね主治医からある場合はそれに従ってください例えば洗顔の後とか寝る前に塗ってくださいとか言われたらもう必ずそれを守るようにしてくださいではざっくりしたイメージをお話ししますじゃあ1日1回って言われたら入浴後か寝る前がおすすめですで 1> 1日2回って言われたら入浴後寝る前と朝ですねじゃあ1日数回っていう一番困る回数だと思うんですけれども、まあ、これはですね2回以上使えるっていうふうに捉えることができるので入浴後寝る前と朝さらに使い,た使いたい場合はお昼間のですね日中に適宜塗るようにしてください。 まあ、例えばですね、窓口とかで最大何回塗っていいんですかとか確認しておくといいかと思います。わからない場合はですね、調剤薬局やあの病院の方に電話してですね、あの最大の回数を聞いておくと安心かなと思います。じゃ最後に宣伝ですね。今日のような質問を 公式欄やコメントで募集しているので気軽にですね登録していただいてあの質問していただければなと思います最後までご視聴ありがとうございました高評価チャンネル登録よろしくお願いします動画のご視聴ありがとうございました是非グッドボタンやコメントチャンネル登録お願いします田舎の薬剤師チャンネルは薬の説明が聞けて質問できるチャンネルですさらにリクエストもできてメンバーシップでは 優先的に返信し薬以外のことや個人的な健康相談も可能ですとりあえず無料のチャンネル登録はとてもおすすめです一番そばであなたの健康を応援したいと思っていますお大事に